お待たせいたしました。それではテーマセッション7を開始いたします。ゼロカーボン社会の実現に向けた都市間協力、横浜市温暖化対策統括本部国際局セッションによるセッションです。モデレーターは、一般社団法人海外環境協力センター加藤窓ごとし、プレゼンターは、タイ国 大国温室効果ガス管理機構 TGO 能力開発支援室室長サンカムスク様です。また、万国都環境局,局長マナサニトン氏、環境省地球環境局国際連携課国際協力環境インフラ戦略室室長杉本様、横浜市温暖化対策統括本部副本部長奥野様、 三井住友銀行ホールセール統括部サステナブルビジネス推進室室長金子様です。それではモデレーターの加藤様、一般社団法人海外環境協力センター OECC 理事を務めていらっしゃいます。加藤様にそれではマイクをお渡しします。ありがとうございます。スクリーンを通じてではありますが、 横浜、そして、バンコクの皆様、本日はよろしくお願いします。加藤と申します。パリ共闘において、都市、そして民間セクターが、脱炭素化、低炭素化を推進する上で、重要なステークホルダーとして、国家、政府とともに認められました。 2050年に向けた動きにおいては、さまざまなセクターが、より強靭な社会を生み出すために、動きを加速化させています。このセッションにおいては、この脱炭素社会を実現するために、都市と都市の連携を加速する、そのために、 国、地方政府、民間セクターがどのように連携を強化できるのかを見ていきたいと思います。また、さまざまなステークホルダーをどのように巻き込んでいくことができるのかを議論します。本日は、大変素晴らしいスピーカーの皆様に集まっていただきました。彼らの経験、知見をぜひ学びたいと思います。それでは、まず、 環境省の杉本様にお願いしたいと思います。Thank you very much.Thank、uh, you for having me here today.I'd、uh, like to.、Uh、ありがとうございます。本日はご招待いただいてありがとうございました。Uh, the slides. Can スライドを見えますでしょうか あ、フはい、ありがとうございます。2019年、えー、前、えー、環境省の小泉氏があ訴訟であった時にですね、えー、この横浜市が2050年までに炭素発言量を 減するということを言いました。そして2年以内に464の地方自治体がこの炭素排出削減を日本の政府ともに1億1,200万の人口の88%に当たるその人口に対するその排出量を 決定したわけです加藤さんがおっしゃったように地方自治体のパリ協定における役割というのは大変重要ですこのようなその地方自治体のコミットメントが国のカーボンニュートラリティへのコミットメントを促すものです昨年昨年10月前首相 菅前首相が2050年までにこのカーボンニュートラルを達成すると発言されましたその声明のすぐ後に政府はリージョナルディカーボナイゼーションという委員会を設置いたしましたそしてそのロードマップポリシー のの決決定定ががななさされれたたわけですましたそしてこのあと10年間の重要性というものが言われておりますがこのロードマップでは2030年までに100のその脱炭素のモデルを今後5年間でそのリソースに変えて ということでありましたこのさまざまな都市そして地域のモデルですけれども他の,その脱炭素のドミナンシーを果たすということでこれがその工程表の方針ということになりますこのドミノ効果というのは日本に限ったことではありません我々は海外との協力も求めております 今時点でこのプログラムは41の都市・地域13の国そして17の日本の地方都市との協力を進めておりますではこの都市間の協業ということで一つの例をご紹介したいと思いますこれは東京都 とクアラルルンプール市との協力ですでこのプログラムの中で、東京のグリーンビルディングシステム、これをクアラルンプールシティへの一つのポリシーとして移行し、そしてゼロカーボンシナリオをクアラルンプールで開発をするということでありました。でこのようなプログラムは成功例に終わり、 コアラルンプール氏は2050年までにゼロカーボンシティになるという宣言をいたしました。これはそのゼロカーボンのドミノ・イフェクトの一つの素晴らしい例であると思います。また、具体的なプロジェクト、それから技術移行もこの素晴らしいメカニズムの中で行っております。 都市間の連携というのは、その政策のレベルに限ることではなく、また企画、計画のレベルだけではない、具体的なプロジェクトの中でも生きているからです。この JCM のスキームですけれども、さまざまなガバナンス、テクノロジー、そして脱炭素のプロジェクトをパートナー企業との中で進めております。200以上のプロジェクトが今まで開発されてきました。 そしてその例の中でさまざまな技術が導入されました GCM によって導入をしました例えば再生エネルギー例えばソーラーパワー太陽光それから水力発電それから省エネこれは民間部門商業部門でも行っておりますしそれからまた 工業の方でもエネルギーの省エネ化は行われております。そして市中でもいくつかの,その省エネ技術が実施されております。ゴミの管理、あるいはその廃棄エネルギーの管理なども行われております。そして運輸部門においてもプロジェクトがございます。また GCM と 都市間の連携、協力の、またもう一つ実例を申し上げたいと思います。横浜市からまた後ほど詳細なご紹介があるかと思いますけれども、横浜市とベトナムのダナン市は、この都市間のコラボレーション、や協力関係を築いております。この結果、省エネ、それから水供給、 のプロジェクトなどが起こっております。そして、この都市間の連携の結果、具体的なプロジェクトが、省エネの装置で、という形をもって、税制のその補助資金でもって設置をされております。ですので、都市間の協力というのは、双方だけではなくて、 同じようなモデルが別のエリアにもまた重複して広がっていくこともあります以上が私のプレゼンテーションでありますご清聴ありがとうございました、えー、素晴らしいコメントそしてご指摘をしてくださいました日本の 脱炭素ドミノが非常に著しく加速しさまざまな都市を巻き込んでおりますプランニングそのものも重要ですが今強調されたのは投資プロジェクトを導入するということこれもまた重要であるということでありますそれが温室ガス削減の 実際の面で効いてくる。そして財務的な効果があるということです。まあ、重要なことは日本だけではなく、東南アジア諸国がお互いに反響し合っているということですえ。隣国、例えばタイの周辺諸国、ベトナム、マレーシアなども非常に重要です。ですので、同じようなことが タイそしてバンコクと同様また起こっていくことを願っております。それでは次のスピーカーに移りましょう。<best> 次の友人ですけれども、タワチャイ、私の、えー、アウトリーチオフィスの、えー、失礼、えー、TGO ですね、大、えー、国,国温室効果ガス管理機構の方です。えー、皆さんこんこにちは 横浜市それからタイでお待ちの方ありがとうございます。6、7年前になりますが伺ったことがあります。またいつか戻りたいなというふうに思っております。日本の皆様そして横浜市の皆様このような会議に招待していただきましてありがとうございました。 えー、開発途上国の隊として、えー、参加をし、我々もまたゼロカーボンシティの社会に向けて進んでいけるということを発表できる機会をいただきまして、ありがとうございました。本日は私のプレゼンテーションを共有させていただいて、いただきたいと思います。ちちょっとお待ちください え皆さん私のプレゼンテーションの画面見えますでしょうか本日はゼロカーボン社会の実現に向けた都市間雇用力ということでありますので、えー、ゼロカーボンの社会に向けてどのように進んでいくかということについてお話をしたいと思いますはい。 タイといたしまししままててはコミットトメントをしております新しく更新されたポリシーというのもございますけれどもそれについてのプレゼンテーションをしたいと思いますそして民間プロジェクト 最初にそのタイにおけるその気候変動、脱炭素に関するタイの政策策定、それからカーボンニュートラル達成とクリーンエネルギーに対する大会的移行、そして気候変動の緩和に対する政策、そして各都市間の協力と関連について申し上げたいと思います。こちらはタイのマスタープラン、2015年から2050年のもので、非常に長期的なプランになります、ま。あ タイは、その気候変動から免除されておりまして、低炭素ガスの排出でもって大きく成長しておりました。これはその自代的開発ガイドラインにのっとったものであります。え、一つ目のその戦力というのは、 その気候変動の効果に対してきちんと適用していくというもの、そして2つ目は温室効果失礼、温室効果ガスと、それから低炭素排出の上昇、これをきちんと見ていくということ、そして気候変動管理、それから能力を開発をしていくということであります。 こちらまず、NAMA というそのナショナリーアプロプリエット・ミティゲーション・アクション国家的に適切な緩和・アクションというものがあります。今、実際、目標大きく上回っておりまして大体56%から60%ぐらいにすでに達成しております。 2020年の結果でさらにこの目標に近づいていますもう一つのコミットメントこれは国家的なものですけどナショナリディターミンドコントリビューション NDC というものです20%この温室ガスの削減を2030年までに行うという国としてのコミットですこれは これはエネルギー運輸それから工業農業などなどをさまざまな分野を含んだものであります。新しく議会によって承認されたものですけれどもこのナショナルエネルギープラン2022という国家エネルギー計画があります。でこれはクリーンエネルギー それからカーボンニュートラリティをタイで達成する。そして、よりグリーンでよりクリーンなエネルギーに向かってタイが進むことをサポートするということであります。炭素ガスの排出からニュートラリティに向かって、だいたい 非常にこの積極的な計画でもって2065年か2070年の間にこの計画を達成するというものであります。また再生エネルギーに関しても策定をしております。国内のの電気自動車の生産を30までの 2030年までに増やすというこういう計画もあります。われわれはまだこの緩和策というものを実際には実行してはおりません。民間セクターに対するサポートをさまざまな緩和策に向けております。 ま、インセンティブのメカニズムを使いまして、民間セクターがこのような緩和プロジェクトを導入し、例えばカーボンプライシングとか、国内プロジェクト、それからカーボンフットプリントその低下、カーボンニュートラル、 カーボン、タイカーボンニュートラルネットワークの策定、こういったものにサポートをしております。これは主要な民間セクターの中で、いかにそのガスの排出量を減らすかという試みであります。これは都市間の協力です。え、都市間で多くの 地方自治体そして都市そして地方州が協力をしサポートをし合っていますこちらは実例にすぎませんが一つのプロジェクトの下でこの都市に対してサポートを提供し根幹コウサムイナコンチェンマイ こういった都市が非常に成功裏にこの二酸化炭素の削減に成功しておりますそしてこのプロジェクトの中で四つの都市が全部で17万7708の二酸化炭素換算量というその目標を立てましたそしてこれら4つの都市が実際に集まって努力を 傾注した結果、その26万9,500トンのこの二酸化炭素換算のガスをその達成できたと、排出を達成できたということで、非常に減少を達成できたということで、非常に印象的でありました。我々もさまざまなアクションプランをこの都市が策定するサポートをしています。 そして都市が将来より低炭素社会になることを支持しております皆様ご清聴ありがとうございましたありがとうございましたタイが非常に低炭素化脱炭素化に向けた取り組みを 精力的に行っていらっしゃることに大変感銘を受けました。特に TGO 様は、さまざまな形で民間部門、そして他の都市に対してサポートを提供されています。タイにおいては、政府と地方自治体、民間セクターのパートナーシップというのが本当に 現場で実現できているということの証だと思います。ですので、心からおめでとうございますと申し上げたいと思います。それでは、次に、奥の周平様をお招きします。横浜市温暖化対策統括本部副本部長を務めていらっしゃいます。皆様ご存知の通り、横浜市は 日本において、ゼロカーボン宣言を行った最初の都市の一つです。ですので、横浜市の経験について、たくさんのことを共有いただけることを非常に楽しみにしております。気候変動対策であろうと、他都市との連携であろうと。皆さん、こんにちは。奥野周平と申します。横浜市から参りました。 本日は、ゼロカーボンアジア2050についてお話をしたいと思います。強い都市間協力のもとにこれを達成するべく発表したいと思います。では次のスライドです。横浜市は日本の大都市の中で初めて ゼロカーボン横浜を2018年に制定しました。そして、温室効果ガス実質排出ゼロ脱炭素化を2050年までに行うと宣言をしました。これは、パリ協定といった世界的なトレンド、また IPCC の特別報告などを踏まえて行った判断です。先ほど、 杉本室長がおっしゃっていましたが、横浜を川切りに、以後450の都市が脱炭素化、カーボンニュートラルを宣言しており、この動きはまさに加速をしております。次のスライドお願いします。また 海外都市の開発と合わせても脱炭素化に取り組んでいます例えばバンコク島とは2013年から取り組みを進めており気候変動マスタープランに基づいてさまざまな施策を行っています次のスライドお願いします スマートシティの条件としてはさまざまな要素がございますが、その中でも、脱炭素化というのが不可欠な要素です。このようなカーボンニュートラルを目指さない都市は、世界からもまた企業からも見捨てられ、 成長することができなくなってしまいます。カーボンフリー都市を目指すことで ESG 投資だったり、情報、人、企業などを誘致することができます。ASCC のネットワークというのは、 先進的な取り組みの共有やネットワークの拡大を行う上で非常に効果的なプラットフォームです。政府の政策力、地方自治体の具体的なプロジェクトの実行力、そして企業のテクノロジーなどを活用することができます。スマートシティに必要となるノウハウや テクノロジーを共有し合い、その答えや担い手を探すことも可能です。その中でも、都市間協力は極めて重要だと考えております。横浜市は、バンコク市を継続的にサポートさせていただきます。 我々が目指しているのは ASCC とのコラボレーションを通じて各国、各企業、金融機関などとの連携をもとに成長していくことです。それではご清聴ありがとうございました。 ありがとうございます。横浜市での展開について伺うことができ、非常に興味深く思いました。特に横浜市というのは日本を中でも非常に先進的な取り組みをされている。また、グローバルなトレンド、グローバルな動きの中でも、横浜市は本当に先頭を走っていらっしゃいます。ですので、素晴らしいプレゼンテーションをいただき、大変参考になりました。 それでは次に、ウィラット・マナサニットウォン氏をお招きいたします。バンコクと環境局局長を務めていらっしゃいます。バンコクと BMA は、気候変動の対策を ジャイカの支援を受けて行っています。また、横浜市も、バンコク等の非常に重要なパートナーです。それでは、現在のマスタープランをさらに更新する形で、新しいマスタープランを現在策定中ということで、ウィラット様のプレゼンテーションをここでお願いしたいと思います。 ありがとうございました横浜市に今回このような機会を頂戴して誠にありがとうございますと感謝を申し上げたいと思います。我々が気候変動対策を現在どのように実行しているのかそしてゼロカーボンに向けた 取り組みをどのように行っているのかについてお話をしたいと思います。私はバンコクバンコク環境環境局の局長として本日はお話をします。バンコクは20年の開発計画を策定いたしました。こちらは横浜市のサポートを受けて策定しているものです。 気候変動に関しては2007年から2012年の行動計画を策定しその後さらに対策を強化したバンコク気候変動マスタープラン2013から2023年を策定しましたそして現在バンコクは新しいマスタープラン2030年に向けた新しいマスタープランを検討しております そしてその中心となっておりますのが気候変動対策です。2030年、さらに2050年を想定した新しいビジョンを盛り込んでいます。2030年の都市ビジョンは緑、緑豊かで住みやすい街、そして気候変動への強い体制を持つ街になることを目指します。2050年の都市ビジョンでは大幅に 温室効果ガスの排出を減らし、ネットゼロを目指します。あらゆる形で高いレジリエンシーを実現したいと思います。29%、失礼、えー、現在策定中のマスタープランでは、2030年までに、 温室効果ガスをを減らすすことを目指していますそして、ネットゼロを2050年までに達成するというのがバンコク市のビジョンです。また、輸送交通セクターにおいては、タイ政府はターゲットを設定しております。 現在は非常に交通渋滞が深刻な問題となっており、また、排ガスによる大気汚染もございます。

また、水資源の管理に関しても洪水対策を強化しています。道路における洪水対策だったり排水の強化。 また、カナルなど、水路の強化を行います。また、積極的な水管理システムを導入する予定です。気候変動に関する問題は、一都市だけでは対策することができません。他の公共機関、 例えばエネルギーや交通セクターなどとも連携を行う必要がありますまたバンコクはジャイカや横浜市とともに現在気候変動対策マスタープランの作成を行っていますまたバンコクは C40 都市気候リーダーシックグループにも参加しており他のメンバー都市と協力をしネットワークを構築しています また、環境デーなどのイベントに多くのステークホルダーが参加し、ステークホルダーたちが強い意志を持って問題解決にあたる意思を示しています。本日は参加させていただき誠にありがとうございました。ウィラット様、ありがとうございます。 BMA は、このマスタープランを2030年に向けてアップデートされるという素晴らしいことを共有いただきありがとうございます。また、リージョンとしてのカーボンニュートラリティを実現するための取り組みを多数行っていらっしゃるということも伺えて大変嬉しく思いました。 また、バンコクとは、様々なステークホルダーを巻き込んで施策を遂行されています。例えば、先ほど、環境で、地球環境でについても、たくさんのステークホルダーが参加されたとおっしゃっていましたが、多くの民間企業などが加わったということで、非常に興味深く拝聴しました。それでは、ウィラット局長、どうもありがとうございます。それでは、これらの素晴らしい 国そして地方政府のプレゼンテーションを受けまして、民間部門にも目を向けたいと思います。三井住友銀行、ホールセール統括部、サステナブルビジネス推進室の室長、金子様にお願いいたします。金子さん、please. ご紹介ありがとうございました。えー、三井住友銀行日系の企業ですけれども、こちらから参りました。私、横浜市の皆様に、ABC のイニシアティブをご紹介いただける機会をいただきまして、ありがとうございます、えー。次のページをお願いいたします。まず私、SMBC グループの イニシアティブをサステナビリティに関してご紹介したいと思います。約6ヶ月前、2021年の4月、SMBC グループのその10年間の企画、計画を発表いたしました。そして今年の8月末、 いくつか重要なそのプランの文をもう少しアグレッシブな形へと修正いたしました。例えば、このページの下のところにありますように、ネットゼロを SMBC グループの投融資のポートフォリオの中で2050年をターゲットとして達成をしようと、それからサステナブルファイナンスオリジネーションということで、 実際、その、目標額を2030年、この10年間で30兆円という、長所の計画10兆円から拡大いたしました。このサステナブルなファイナンスのオリジネーションをこの10年間で拡大するということであります。次、お願いします。私の部署ですけれども、 サステナブルビジネス推進室と言います。ここでの重要な点は、金融機関として、私のチームは、その顧客に対するその融資先のサステナブルな努力に傾注しているということであります。私のチームですけれども、 これのコーポレートのクライアント、お顧客の皆様と一緒に働きながら、このサステナビリティに関するイニシアティブ、例えばその脱炭素化、あるいは気候変動といった問題に取り組んでおります。そして、この顧客のそのサステナビリティに対する努力を援助するということは、例えば海外のオフィスにおきまして、SMBC のグローバルネットワークを利用するということが鍵になってきます。 約25人私のチームにおりますけれどもそれの倍の人数が海外の支局ヨーロッパアメリカそしてアジアのオペレーションの中で働いています次に簡単にグローバルのその金融市場のトレンドについてお話をしたいと思います。 これはオリジネーションのグローバルのサステナブルのマーケットの数字であります。で、この数字ですけれども、いきなり7300億、これは米国ドルの数字ですけれども、5年間でここまで伸びました。2016年、このサステナブルファイナンス、あるいはグリーンボンドと呼ばれているものは非常にニッチなマーケットでありました。で、このマーケットは、 実際に非常にメジャーなその金融機関にとっても大きなディールの場というふうに変わってきたわけです。でこちらは SMBC の横浜市との協力関係を表したものです。過去長年にわたって複数の協力的な機構そしてイニシアティブを横浜市との間では構築してきました。 え、国際取引が上に書か,かれておりますし、また SDGs の未来都市のイニシアティブということでも様々なファイナンスのストラクチャーで一緒に協力をしております。SNBC の我々の私え実は162年前に実際我々のそのブランチをですね、師匠をその横浜市に 開いたということで非常に長年の付き合いがあります。で、これはグリーンローンのオリジネーションで、このアジア太平洋グループの一つの例であります。オーストラリアのマッコーリーグループでありますけれども、彼らの再生エネルギーのオペレーションをグリーンローンを通じて用意にいたしました。で、こちらはいくつかの例を示したものですけれども、左側が SMBC 日興が グリーンボンドの勘違い者をしたということで、これはビーナエネルギーという会社に対してです。で、右側にも、ファイナンシングをした、そのタイのその水施設、インフラ、 様々なジョイントクレディットのメカニズム。我々のグループ会社、あるいは住友密院ファイナンスリリースカンパニーとの共同のもとでこのようなビジネスをしております。以上です。ありがとうございました。金子さん、ありがとうございました。また非常に豊富なプロファイルを SNBC のビジネスに関して、そしてグリーンで、そしてサステイナブルなその金融市場でのご活躍について、 ご紹介いただきましてありがとうございました。非常にその日本の印象的なそのバンキングそして金融セクターにおけるその脱炭素への取り組みがよく現れていたと思います。で、これらのプレゼンテーションは非常に良いそのこれからの討議のための背景 え前立てをしてくれたと思いますそれではここからご質問をいただきたいと思いますまず環境省の杉本様それから大国のタワチャイ様に伺いたいと思います 本日のテーマというのは、都市間協力となっております。ゼロカーボン社会の実現に向けた都市間協力です。非常にストレートな質問ですけれども、ゼロカーボン社会実現のために都市に何が必要とされるのか、まず杉本様からお願いいたします。ありがとうございます。 政府としては、地方自治体にたくさんの期待を持っています。最も重要なアクター、ステークホルダーでありますし、地方自治体が野心的な目標を持ち、実現に向かっていただくことを期待しています。また、地方自治体が、様々なステークホルダーとの連携を行う、 え、市民だったり民間セクター、その他、え、産業界との連携を行う、そのコーディネーションをしていただくことも期待しています。また、地方自治体、そして都市レベルというのは、マルチステークホルダーのそのコラボレーション、統合を行う上でも最適な場です。ですので、様々なステークホルダーがその都市を舞台にして、 その都市の地方自治体によるコラボレーションによって、このみんなで協力をし合えるようなインテグレーションが行われることを非常に楽しみにしています。ありがとうございます。おっしゃる通り、都市というのが脱炭素化に向けたエコシステムの基盤となっているということですね。おっしゃる通り、インテグレーションというのは極めて重要な都市の機能だと思います。 それでは次にタイ,イ政府の方からお願いいたします。ありがとうございます。タイ TGO からお願いします。TGO としてはその 温暖効果が、温暖化の大きな要因が都市で発生している CO2 です。だからこそ都市がカーボンニュートラルになることが重要だと考えております。そして都市が脱炭素化する、低炭素化するサポートを TGO としてはしていきたいと思います。未来の 鍵を都市が握っていますし、今のそのグローバルなトレンドを都市が理解し、その重要性を理解した上で TGAO や他の地方自治体との連携をしてもらいたいと思います。タイは 2065年の、2065年から2070年の間にゼロカーボンになることをタイ全体としても目指しています。その中で各都市が気候対策計画を導入し、その国としての目標実現のためにも各都市が目標を設定し実行に移すことが必須となります。 我々はそのパリ協定を批准し、長期的な目標にコミットしております。その温度の上昇が2度未満に抑えられるように取り組みをしていかなくてはいけません。将来的には。 2050年以降は、ま、そのゼロカーボンといったところを、まさに目指していきますようですので、各都市が果たす役割というのは非常に重要なものです。タワチャイ様、ありがとうございました。タイは、例えば再生エネルギーなど、さまざまな取り組みを非常に先進的な形で行っていらっしゃいます。日本を、え、はるかに超えるほどの取り組みを、 さまざまな分野で行っていますし、ASEAN 地域におけるそのエネルギー効率化におけるリーダーでもあります。そのような取り組みというのは、バンコクのような都市にとっても非常に重要なサポートになっているんではないでしょうか。ありがとうございます。 はい、え、国の政府の側からのご意見ありがとうございましたそれでは今度は地方政府地方自治体に目を向けたいと思いますまず奥野さんにご質問をしたいと思います横浜市の奥野さんですなぜなら横浜市というのは非常に素晴らしい努力をこの気候変化のその緩和に向けて払っておりました この脱炭素化に関しての,その努力どのような取り組みをされたのかどのような努力をしたのかということなんですが非常にこの脱炭素化というゴールは非常に高い目標で。 なかなかその簡単に実現できるものではありません。で我々は考えてきたのはですねいかにまあ横浜市は370万人の人口がいます。それから多くの企業が立地しています。で皆さん方とどのようにして連携してやっていくかということ。それからえー それ以外にもですね、他の都市と、あるいは国との連携をしっかりやっていくっていうことが、あの、この目標を実現するための、鍵だと思ってます。で、3つありまして、1つはですね、この脱炭素を目指すことが、横浜の都市ブランドとして高く評価されるということが1つあると思います。それからもう1つは、えー まあそれを進めることによって選ばれる都市になると企業から選ばれるそれから人から選ばれる他の国から自治体から選ばれるということが非常に我々として重要かなと思ってますで最終的には脱炭素を目指すことによって都市の経営コストあるいは企業の経営コストが下がってですねこれがまさに持続可能な都市に 成長していくキーなんだというふうに思っています。これからのまたいろんな苦しい努力があると思いますけれども、引き続き頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。Thank you very much, Mr. Okuno.、Ok、Okuno さん、ありがとうございました。 今おっしゃった三つの点から学ぶことは非常に大事だと思います。それでは今度、ウィラットさんをお招きしたいと思います。BMA のウィラットさんですけれども、BMA はこの低炭素、それからディカーボナイゼーション、脱炭素の社会を目指していらっしゃいます。どのようにこの連携を政府、それから市民、そして民間、 そしてまた国際社会とともに連携してやっていきたいというふうに思われたでしょうか特に日本それから横浜市との連携についてどのような取り組みをされたか教えていただきたいと思います気候変動に関して。So、ありがとうございますバンコクは他の ステークホルダーと内外、大国内外のステークホルダーと連携をして気候対策を進めてまいりました。WWF とも地球で、アースデーの取り組みをしております。また、その日には1時間電力を停止してエネルギーのありがたさを実感してもらいました。 また、温暖化ガスの削減に関しての MOU をいくつか締結しております。廃棄物管理、エネルギー効率化などの MOU を締結し、また今後、JICA、横浜市の皆様との協力もさらに強化していきたいと考えております。 気候対策、マスタープランに関しても非常に密な連携をしておりますし、また人材育成に関しても協力をいただいております。マスタープランを実行するための人材育成です。また福岡市とも連携を取らせていただいております。教師、 だったり、一般市民向けの、そのざまな教育的なマテリアルを用意いただきました。国際社会、特に日本の皆様とは、技術的なその連携、エネルギー分野、そして運輸、交通分野の CO2 の緩和策等に関して、 ぜひ協力をしていきたいと思います。そして将来的なカーボンニュートラルにつなげていきたいと思います。非常に力強いメッセージをいただきありがとうございました。タイ、日本、バンコク、横浜、様々ままなステークホルダーが長年のパートナーシップを築いています。そして低炭素化、脱炭素化のためのパートナーシップでもあります。ですので今後もさらに連携を強化し、 奥野さんがおっしゃったようなさまざまなメリットを享受できるようなネットワークを築いていきたいと思います。そしてその低炭素社会、低炭素都市というのは将来に向けた非常に大きなメリットをもたらすものでもあります。金子さんを招きたいと思うんですけど、金子さんのプレゼンテーション、非常に重要なメッセージが含まれていたと思います。特にこの金融セクターの観点があったということですね。 実際、この金融セクターが果たす非常にユニークな重要な役割というのは何なんでしょうかその知見をぜひ教えていただきたいと思います、金子さん。ありがとうございます。民間セクターとして、非常に広範なセクターを代表しているわけですけれども、もちろん利益が一番重要なことであります。 特にそのバンカー銀行員というのは皆さんよくご存知だと思いますけれども、えー、その数字の額というものがとても大好きなわけです。で我々、えー、最近、えー、この気候変動への取り組みそしてサステナビリティを改善しようという取り組みがあります。そして民間セクターは その数字ではないノンフィナンシャルの数字に着目するようになってきたわけです。で、私たちは国、また民間自治体、地方自治体に対して、例えば CO2 の排出のデータを出してくれとか、あるいは民間が実際こういった数字を使えるようにしてくれということで依頼をしました。で、これが民間セクターに 非常に大きなモチベーションになりました。そして気候変動に取り組むことができるようになりました。そのファイナンス、ファイナンシングのその役割ですけれども、我々はこの商業化、ビジネスの商業化のステージで、さらにその気候変動に対するイニシアチブを後押ししています。ですので、私が非常に感謝しているのは政府の イニシアチブ特にその金融セクターとともにこのようなイニシアチブを民間セクターが取り上げやすいような形でサポートしてくださることに感謝しています。で我々、えっ、ー、と、横浜市と横浜市とのその例えば SLG のストラクチャー、ファイナンシングストラクチャーというのが一つ非常に良い例だと思いますけれども、 これが例えば金融のそのメカニズムを通じて SDGs の改善を試みているということであります。ありがとうございます。これはもっと次のアクションのエリアとして、タイと日本との間の政府的の間の連携、それから 都市間の協力、例えばバンコク市と横浜市、そしてまた民間セクターではその銀行、金融機関の役割というのも非常に重要です。それから BMA が、例えばグリーンハウスガスの測定ということで非常に頑張ってらっしゃいますので、そうした様々な観点から非常に重要な基礎、我々が知るべき基礎というものを教えていただいたと思います。ありがとうございます。 非常に素晴らしいコメントありがとうございます。Uh, それではほぼ1時間さまざまなお話をさせてまいりました。まだまだ皆様のコメントを伺い、ディスカッションをしたいのですけれども、それでは本日のセッションは以上とさせていただきたいと思います。我々のセッションでは都市間協力について取り上げましたけれども、 従来型の都市間協力だけではなくカーボンニュートラルに向けた先進的な事例を横浜市そしてバンコク等の BMA の事例を示していただきましたバンコクはカーボンニュートラルに向けた取り組みをしており2030年に向けたマスタープランという形で今取りまとめられていらっしゃいます さらにそのバンコクそして横浜が連携を強めそしてカーボンニュートラルに向かっていけるよう願っておりますまた民間部門を代表して金融セクターの方からさまざまな示唆をいただくことができました強いパートナーシップを民間セクターとも築いていくことを願っております このようなディスカッションを今後もぜひ継続していきたいと思います。バーチャルな会場だけでなく、対面でもぜひ横浜、韓国、世界中でこういった議論を継続していきましょう。それでは、素晴らしいプレゼンターの皆様、本日は誠にありがとうございました。 また、視聴者の皆様にも御礼申し上げます。奥野さんの方から何かチームバンコクのサインがあるんですか今、奥野さんがチームバンコクのサインをこの B を作ってバンコクですかね。はい ありがとうございました。これは私たちが強く、バンコクの脱炭素化、そして世界中の脱炭素化にコミットしているという姿勢を示すものでした。それでは本日のセッションに参加いただき、ありがとうございました。テーマセッション7、ゼロカーボン社会の実現に向けた都市間協力でございました。ありがとうございます スピーカーの皆様、そして、モデレーターの加藤様、ありがとうございます。非常に参考となるディスカッションをいただき、ありがとうございました。それでは、テーマ別セッション、横浜市温暖化対策統括本部国際局セッション、 ゼロカーボン社会の実現に向けた都市間協力を以上といたします。それでは次にクロージングセッション横浜宣言に移ります。10分間の休憩をいただきます。